さ、北陸自動車道を1時間ほど車で走ってきて南城のサービスエリアの近く来たのかな。ゆうさん、もうこれ着きました。いやいや、着きましたって。ここサービスエリアやん。いや、もうここです、ここです。やってきたのは北陸自動車道南城サービスエリア。実はこの隣に今回紹介する道の駅南越前三海里があるんです。サービスエリアに隣接しているため高速を降りずに利用することができ、もちろん一般道からもアクセス可能です。ということで一つ目はサービスエリアでした。いや、高速降りずに道の駅に着くってすごい珍しいですよね。こんにちは。こんにちは。駅長の古里と申します。駅長さんなんですね、はい、案内してくれるのは道の駅南越前三海里の古沢駅長です。ここってどんな道の駅なんです？ここはですね、食べる、買う、遊ぶ、3つが堪能できますんでお楽しみくださいませ。すごい。まずは道の駅といえばご当地グルメですよね。おお、いらっしゃいます。めちゃめちゃおしゃれじゃないですか。おしゃれ。ちょっとこっちなんですか。すごい眩しいんですけど。フードホールミーというところでございます。フードホールミーってことは美味しいものが食べられる。そうです。フードホールミーには店内で手打ちした今城そばや福井のブランド牛若狭牛のステーキ、 SNS 映えのスイーツなど個性豊かな8つの店舗が入っているんですね。迷いますよ、うん、おしゃれ。たくさんのこう、まあ、お店がある中 で、 そうですね、今、はい、駅長さんの中で一押しのお店ってあります？フィールド&ソイル、ここの、うん、ピザを食べているんです。ピザ、え、福井でピザですか？ですね、うん、このピザは福井県産コシヒカリの米粉を使ったピザでございます。米粉のピザ、はい、フィールド&ソイルは本格イタリアンのお店。米粉 100% の生地でできたピザを味わうことができます。コシヒカリ発祥の地福井県ならではですよね。さあ、焼きたてのピザは、うわ、うん、一口でいく、うん、いや、おいしい。こうね、耳のところはカリッカリなんだけども生地がね、もちもちなんですよ。これ米粉やからやと思うんです。そうですね、ね、はい、でまた上のまた具だくさんなこと、まあ、米粉はね、冷めてもずっともちもち感残っているので、冷えてもまた違った味で美味しいですね。これなら美味しいまま石川県に持って帰れる、はい、持って帰ります、うん、続いては買うを楽しみましょう。フードホールミーの向かいにあるのが福井県のお土産や地元野菜などを扱うマーケットミーです。でもね、やっぱり駅長でもうキャラ濃いの分かってますから、はい、もう入り口入ってすぐ見て、これちょっと普通なかなかおかんよ。道の駅長おすすめコーナー、イエーイ。いや、イエーイちゃうんですよ。これどういったコーナーなんです？はい、こちらはですね、福井県というとなかなかお土産が決まってきてるんですね。さつき傘だとか、羽二重蒸しだとか、はい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 、焼きサバ寿司とか、うん、福井県の商工会と組みまして、次の次世代のお土産を探そうということで、アンテナショップですね。珍しい商品ばかりですが、中でもおすすめは干しエビです。三国港で水揚げされた子持ち甘エビを独自の製法で天日干しにしています。そしてこんな商品も。これ莫大な金額のやつありますけど、これお土産ですか？お土産です。1万3200円税込み、はい、今流行りの金継ぎのセットです、うん、あ、金継ぎって割れた茶碗を失断みたいな、それをセットとして売っております。え、セットってのは何か自分で直せるってことですか？直せます。え、すごい。漆の販売量日本一を誇る箕輪漆工が販売していて、まあ、値段は少々張るんですが月に5、6個は売れるそうですよ。高い。
こちらではなるべくサービスエリアと商品が被らないようにしているそうで、他にも珍しいものたくさんあるんですね。ここで何かをビヨンス見つけました。ねえ、何かありましたか。ハブタイモツっていうのは向こうでも売ってますよね。これ売ってます。差別化できてないじゃないですか。食べにくい。食べにくい。食べにくい。え？こちらはなんと食べにくいが売りの生ハブタエモチ。特別な製法で生のハブタエモチをそのまま詰めた一品で、南越前町が日本一の生産量を誇る花ハスの実も入っています。あー柔らかい。見て、私こんなハブタエモチ初めて。うわー柔らかい。食べにくい。うん、なんかね、柔らかいけどもとろとろにも近いんかな、うん、甘さもとっても上品です ね、 そうね、はい、とっても食べにくいけどもとっても美味しいし、これお土産さんありですね。ハマるでしょ。ハマる、うん、さらに直売コーナーも充実しています。そうだ、駅長忘れとった、ここは道の駅やもんね。そうです。やっぱ地物の野菜もね販売しとるんですね。そうなんですよ。この辺の農家さんが一生懸命作られたものをまず朝一段持っていきます、はい、でなくなりつつあるなと思うとちゃんとメールが飛んでいって、はい、なくなったよってお知らせくると農家さんがまた収穫して持ってきてくる。すごい。じゃあ常に新鮮なものがこう並んどるわけですね。そうですね、はい、野菜以外にも福井の郷土料理丸焼きサバや特産の梅シロップ購買駅も人気があります。そしてこの道の駅最大の特徴が、あれ、ここの道の駅って高速ともう一つこうつながっとるっていうの売りですよね、はい、そうですね。もう一つ何です。そろそろ見えてくると思いますけど。そろそろ見える。お、待って、公園。公園です。すごい大きな公園。はい、もう一つはガッバーナではなく公園でした。道の駅と公園は長さ40メートルのロング滑り台で直結しているんです。直結。スーパー進行。よいしょよいしょ。うわあ、いいや、結構速いかも。あ、お尻。あ、あ、あ、すごい。お、お尻熱い。お尻熱い。大丈夫。ちょっと待って。なになに。はい、およそ5000平方メートルの広大な敷地には大人気のふわふわドームをはじめ遊具が充実しているんですね。子どもたちみんな楽しそうでしょう。みんなと会えるところ。みんなと会えるところ。見ごっこできるから。屋内にはキッズスペースを完備していますので、これからの梅雨の時期も OK。 木の温かみが感じられる木製遊具や床がクッション素材となっている乳幼児スペースもあるんですよ。考えてある。はい、中でも注目の遊具が、これボルタリングで合ってますか。向こうが見えるボルタリング、これ珍しい。透明な壁を登るボルダリングはなんと日本海側初なんだとか。目の前の景色を登っているようなちょっと変わった感覚を味わうことができます。雨の日でも思いっきり楽しむことができますよね。さあ、道の駅を思いっきり楽しんでいたらすっかり夕暮れに。公園にありますこちらのシンボルタワー、これがですね、夜になるとプロジェクションマッピングを楽しむことができるんです。いきますよ、ほら、はい、あ、動いてる。すごいでしょ。え、綺麗。ムーミンのお家みたいよね。うん、え、ロマンチックでしょ。すごいロマンチック。あの、実はですね、うん、オープン当初にここにあのカップルが登りまして、もうあの上に鐘があるんですよ。 ありますね、はい、あれを鳴らして
プロポーズしました。素敵素敵。しかもそのカップル、今年の秋結婚式を挙げるそうです。キャン、愛の聖地になるかもしれませんよ、この道の駅。いや素敵だな。まさかね、高速を降りずこう福井を満喫できるなんて、はい、とってもいいですね。ありがとうございます。食べたり遊んだり買ったりという楽しみができるところ、いろんな目的に合わせて来ていただければ嬉しいなと思っております。